鶴見です。今回も前回と同じく三宝不動産クーロンオフィスの鶴見さんに物件を紹介していただきます。よろしくお願いします。よろしくお願いします。前回は前回で、わあこんな内装なの、はい、こんな景色なの、はい、今日もとっておきの物件をご紹介できます、はい、そうですね。では早速、はい、出発しましょう。はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。鶴見さん、今日ご紹介いただくのがこちらのマンションですね。そうです、こちらのアリナムウエスト、MTR の南ちゃん駅の上にそびえ立つ高級マンションです。2018年に竣工して今に至りますが、こちらのマンションの構成はスタジオタイプから1ベッドルーム、2ベッドルーム、3ベッドルーム、そして4ベッドルーム、つまり単身の方から大家族まで住むことができます。ましてやこのマンションの下にはショッピングモールもございますので、交通の便、あと食事、買い物にも便利な、最近注目を集めておりますマンションのご紹介させていただきます。すごい楽しみです、はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。よろしくお願いします。鶴見さん、凄まじく広いお部屋ですね。すごい広い。今日ご紹介いたしますお部屋はカリナンウエストの高層階、実は4つの部屋、4ベッドルームになります。広さは1327スクエアフィート、123平方メートルになります。そして海女さんの部屋もありますし、大家族でお住まいできる、眺めも素晴らしいです。ぜひそれぞれの部屋をご確認ください。はい、ゆりちゃん、うん、ここすごい、シーピュー、シーピューすごい。あのね、端はショーワンでしょ、あの香港島のショーワンからガーッと見えて、今日は曇っちゃってるんだけれども、カオルン駅上の ICC もバッチリ見えて、はい、さらにチムの方の K11、 古い方の K11 まで一気に見えます。はい、わー、毎日この景色を見れるのとすごいいいな。すごいでね、目の前はお魚市場が、お魚市場でいいのかな、コンテナターミナルかな。これはしばらくの間高層ビルにならなさそうだから、そうです、ね、ずっとこの眺めが楽しめそう。そうそう、あ、明るい、わあ、ここでもシーピューなんて言うねーあ、私の好きな私の好きなコンテナターミナルの橋が見える。わあ、嬉しい、広い、ここの台所、ドドドン、何これ、これはガスコンロ、ガストワールド、あとはオープンもあって、 IH もある、おお、あとはドドン、あ、洗濯機、冷蔵庫は、冷蔵庫は、冷蔵庫はこれかな、おお、うん、すごい、お、中に入ってるよね、うん、たくさんある、はい、しかもなんか有名なブランドを使ってる、うん、あとは、あとは見れないけど、あれ、ここも冷蔵庫、ここも冷蔵庫だ、え、こっちは棚だ、すごい、これはなんか入れ、なんか何、飲み物が入れるようなところかな、へぇ、じゃーん、すごいすごいすごい。でもね、やっぱりなんかこういう広いところだったらなんか普段料理が作らない私でもなんか料理作りたくなる、作って作って、いさいちゃん作って、いやいや嬉しい、あ、綺麗。こちらゲストルームのバスルームです。トイレがあって、ゲストルームなのにバスタブ付き、しかも明るい。さいちゃん、このゲストルームねえ、ゲストルーム2面のガラスだよね、こんな広さでゲストルームお泊まりに来たいね。ね、こっちはあの普通にあるトイレです。あの ゲストの方がお泊まりとかじゃなくて普通に遊びにいらした時に使えるトイレなんだけれども、トイレがあって洗面台があって奥にシャワーまであります。いやー、ここも景色がいい、ね、明るいね。ここはね、うん、私だったら多分書斎に使うかな。私だったら、
まあどっかから猫を借りてくるわけじゃないけど子供部屋かな。いいね。ここクローゼットにしちゃうのはねもったいないけど、はい、でも荷物のこと考えるとクローゼットにするんだろうけど、もったいないよねこの眺めはね。ここはマスターベッドルーム、うん、だね。一番広いお部屋、うん、眺めはゲストルームの方が良かったけど、はい、でも広さはこっちの方があるので、ね、広いベッドを置いて、はい、毎日ゆっくり寝るのにはぴったりだと思います。そうだね。マスターベッドルームのバスルームです。ここに洗面台があって、ドアの向こうに便座があるところまでは普通なんですけれども、ここお風呂のとこなんだけどね、バスタブがここにあります。で、私今シャワー持って立っているところは、体洗うことができたりシャワーだけ浴びたりすることができるスペースが取られています。香港でこういうスペースがあるところって初めてかもしれません。すごい作りだと思う。最初すごいお部屋だったね。ねえ素敵、うん、ゆりちゃん住む？うん、だってもうここのリビングだけでもこんな広いんだよ。住んでみたいね。えさいちゃんは？私はね、台所かな。あじゃあ一緒に住んでさいちゃん料理して私ここで食べる。うん、いいよ。やった。鶴見さん、はい、ここどのくらいなんですか？はい、こちらオーナーとの交渉の結果、うん、いいね家賃としては6万香港ドル、うん、ですけどもお二人がぜひということでしたら私が責任持ってオーナーと家賃交渉させていただきます。うわしい。ご要望をお聞かせ願いますでしょうか。メモして交渉させていただきます。ありがとうございます。じゃあちょっとカメラの回らないところで、はい、よろしくお願いします。はい、ありがとうございます。でももし皆さんの中で興味がある方がいらっしゃったら、また鶴見さんとお話しされてみてください。私たちよりいい条件を提示されたらチャンスがあるかもしれません。ぜひよろしくお願いします。それではハチギン、またね。ジャイキン。